チャオ、あっちゃんです。今日10月の13日金曜日、今日ね、ヒガルのね、三神です。はい、ということでね、1時45分に学校始まるから、学校で参加始まるから、まあ、1時半ぐらいにこう出ていこうと思って、今12時30分です。あと1時間です。はい、朝からね、ちょっとね、今日動画撮ったり、アップロードしたり編集したりなんだかんだでね、ちょっと時間かかっちゃってね、まだ今ゲームチャンネルの方編集中やねんけどね、昨日のね、昨日のじゃないわ、耐久レース、30ラップ耐久レースをねやっててね、それがね、実際レースが1時間ぐらいかかっちゃって、30周2分ちょいのサーキットを、30周するからね、1時間ぐらいかかりましたってことで、それをレンダリング終わってアップロードしたら、今日一応今日のアップ予定の動画は終わりです。で、まあね、なんでかって言うと昼からそれ行って帰ってきたら、ミカルも一緒に帰ってくるからね。で、お祝いだ、さっき言っとこう、ビーヤングのカップ焼きそば春雨塩コショウ味、これ食べます。まあ、作るのもね、作っとったら時間かかるし、さしゃっとやって、まだね、明日の朝、今日ライブするから、明日の朝ごはん動画とかもやってきたいのよ。だって、気軽に帰ってきたらね、参観日の後って結構早めに終わったら一緒に帰ってくるっていう形になって、で、上もね、多分、帰ってきたら、上も4時に帰ってくるんだけど、どうせ金曜日友達連れて帰ってくる気がするんよね。だから、一緒に、まあ、遊ぶっていうか、帰ってきたら、遊ぶじゃないわ。あっちゃんが動画の編集、一応ね、友達来てる時とか、そういう時は動画の編集とかって撮影せえへんっていうことやからね。そういうとこは割り切ってね、友達も知ってんねん。動画してんの知ってるし、どんなの動画見てんねんけどもね。それでも裏方は見せへんことにするからね。春雨麺です。こう、こうやって皮をして、なんかね、袋から出すって斬新やね。カップ焼きそばでビリって破ったら、あれあるから、なんていうの、麺が最初からこう入ってるから、ね、なんていうの、自分でビリッと出してそっから入れるっていうのもちょっとなんか斬新な感じがする。はい、まあそんなこんなでね、春雨が、言えます。へいしり、タイマー2分。タイマーは13分にセットされています。2分に変更して。へいしり。反抗してやがる。もう。ちょっと待ってね。13分じゃ。タイマー2分に変更して。2分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい。よいしょ。あ、危ない。火薬を入れるの忘れてた。入れてん、危ない、で、待ちましょう。3分やね、まあ、2分やってちょっとね蒸らすっていうの方がね、なんかちょっと好きやし、硬い麺が好きやねんけど、最近なんかね、この前のね、煽り運転、今日朝の動画でもちょっと言ってたけど、煽り運転でドライブレコーダーを設置しましょう言うて、煽り運転遭遇したらどうしたらいいかと思って、煽り運転置いて、もう世の中すさんだ人が多すぎる。だから多分ね、なんていうのかな、車乗ったらそう人格変わっちゃう人とかいてんねやろね。変なやつが多い世の中。見たことあるよ。変な人。やっぱりね、車でいろいろこう走ってると、いろんな人がいてるなって分かる。それは事故も起こるわって、煽る人も悪いけどもね、下手な運転する人も多い世の中ね。危険な人が多すぎます。はい、もうちょっとね動画が終わんねんけどね。忙しい。
だこんだでね、そっちはアップロード、ゲームチャンネルの方もアップロードして、でもう一本作りたいんだよね、ほんまは。なんかそう思いました。はい、タイマーが鳴りました。ではちょっとお湯捨ててきます。よいしょ。できました。ちょっとね、蒸らしておく間にね、動画のアップロードします。よいしょ。あんまり蒸らすぎたらね、ニュ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 になったら嫌やからね、ちょっと気ぃつけながら、気ぃつけながら早めにチャチャーっとしてしまいましょう。ここにアップして、チャオあんちゃんです。あ、間違えた。チャオあっちゃんです、言うとろうな。なんでやねん。チャオあっちゃんですよね。はい、これで OK で、そう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 、 OK ちゃうねん。この編集者のいっとらやねん、これ編集しとこう。はい、いうことで、春雨麺、よいしょ、完成、完成じゃない、湯切りが終わりました。こんな感じ、温めてます。はい、で、ここにソース、カロリー多分低いはずです。カロサミやからね。そんな低くないわ。219kcal。タンパク質 1.5g、脂質 3.2g、炭水化物 45.9g、ナトリウム 11g、食塩相当 2.8g。この商品は小麦、ごま、大豆、豚肉のアレルゲンが生まれてますということです。おいしくて軽に 119kcal。119kcal って低い方なんや。まあ、でも もっとね低いんか思っとったけど、意外とねそこそこあるんやなって感じ。でにゃんちゃんは気にしてないんだけどね、カロリーより美味しいかどうかなんです。はい、カロリーがどうのこうのよりも美味しいかどうかで、なんだ、体にいいのか悪いのか、いやそんなことよりも美味しいかどうか、体に悪いものの方が美味しいんです、基本。はい、ということでね、まあ、気になる人は気にしてください。あっちゃんはあまり気にしませんよ。ということで、ちょっとソースを混ぜてやった。ちょっとね、中華風な、なんか感じの香り。ではいただきます。あ、喉いった、喉詰まりになった、春雨はちょっと硬い目なんで喉詰まらないように気をつけてください。いきなり喉詰まりになったけど、味がね、ちょっと塩焼きそばっぽい、塩焼きそばっていうか焼きビーフンっていうか、ちょっと中華風な感じの味付け。美味しいよ。もっちゃんは好き。これね。ちゃんと食べて、いかんとあかんからね。ちょっとね、動画編集します。ちょっと待ってね。動画中は。ここからは世田谷自然食品。
GT スポーツ、グランツーリスモスポーツのね、初日のライブがね、あれなんよ、最初だって撮ってたら、BGM をね、消す設定してなかったんね。その BGM が引っかかってさ、だから、まあライブはライブで今もあれやねんけど、それ再編集してあげとかんとね。かなり長い、この日のライブやから2時間なのか3時間弱ぐらいあるライブやねんけど、でそれを YouTube 上でカット処理できんねんけど、それしようと思ってんけどできへんかったよ。うん、めちゃくちゃ美味しそう。ここね、腰強い系好きは好きやねんけど、気をつけてください、めちゃくちゃになるんで。舌がヒリヒリする、ピリ辛な、めっちゃ辛いわけじゃないけど、食べとったらね、舌がだんだんヒリヒリしてくる、嫌な感じじゃないよね、美味しいの美味しいよ。道路交通法のスペシャリストっていうおっちゃんが出てるテレビに。すごいね。ね、迷惑行為をする人は多いですよ。なんか気をつけましょう。ね、何でそういうね、被害を食らうかわからない。
またね、例えに出すところやんだけど、あっちゃんねるのアンチも一緒ね、何もあっちゃん悪いことしてないつもりやけど、アンチが湧いて、アンチがアンチを読んでね、くだらんことになっちゃうのよ。だから、まあ、自分の身は自分で守らないからね。まあ、そういうのね、まあ、さらされて、みんな声出すっていう人は捕まって、世の中がね、そういう声はダメなんだよって風潮にならんとね、わからんとやっとるバカが多いからね、もうこれも煽って前に割り込んで当てられたら当てたやつ悪いとか思ってね、日本がそうやから、車って基本後ろから追突したら、それが追突したもんが悪いっていう法律とかようになってんねん。これもし割り込んできてね、横へドンって当たったらね、まるっきり100ゼロじゃないよ。車間距離取ってないとか、詰めすぎとか、なんねん。だからそうなってきて、だから平気で割り込んできたからね、多少なりとも、悪い。下手したら後ろかってたら 100% 後ろのもんが悪いねんね。っていうのが多かった昔は。今まあドラレコがあるからね、ある程度こういう割り込み、幅寄せとかしとんのは悪いってなってきてるけど、こうやってね、知らずと悪い行為をするのをね、さばいていかないとダメやと思う。まだ1日経ってるからね、今日バカみたいに通報する声がダメじゃんって話をしたら、それのあれがまあ残ってるから、ついついそっち振ってしまう話よね。なんかコメント欄に分かってない人が多い。通報した人が悪いって言ってるわけじゃなく、嬉しがってやるバカがいてるっていうのを気をつけなあかん言ってんだけどね。それって、あっちゃんの言い方悪かったのかな。人くくりにして、あっちゃんも間違ってるから、確かに全部が正しいとは言わんけどさ。その恋はダメなんだよって言ってるのに。まあまあ、どうでもいい。そんなこと言ったんだ、早くご飯食べてね、学校行く準備しないとかね。まだ1時30分から、40分からね、今50分、だから、12時50分ですね。はい、ということで、ピーヤングの春雨塩焼きそば、美味しかったよ。これいい。結構さっぱり系、あっさり系やけど、変にね、なんていうかな、何かが主張しとったら飽きてくんねん途中。特にソース焼きとかとかそういうの飽きてくんだけど、飽きずに最後まで食べられました。で、春雨は喉詰まりそうなぐらい、結構噛み切れへんぐらい、歯応えがあって、あっちゃんそういう腰の強い系好きやから、特に春雨のムニムニ感好きやから、これは良かった、で、ただまあ好き嫌いあるかも分からへんけど、あっちゃんは好きです。で、219キロカロリー、カロリー少ないめらしいです。よく分からへんねんけどね。なんで、だってよかったら食べてみてください。まあ、スープ春雨とかも好きやねんけどね。春雨系あっちゃん好きで。ね、お鍋に春雨とか丸に入れるの好きやねんけど、最近缶忘れて入れてないねんけど、お鍋には丸に系が好きです。はい。だから、また買うかどうかって分からへんけどもね。美味しかったです。よかったら食べてみてください。はい。ということでね、編集、もうちょっとやって、レンダリング残り1時間20何分やから、もうこのまま動画レンダリングしたまま学校行かんなんかな。1本上げてるから、これのタイマー処理だけして、準備して学校行っていきたいと思います、はい、ではまたね、バイバイ、今日もこの後ね、動画撮れるかな、まあ、撮れたらあれなんで、撮れへんかったらこの次も晩ご飯まで動画ないかもわからないけど、撮れたら何か撮りますんで、もしかしたら帰ってきてからとか夜とかに撮った動画をどっかに入れるかもわからへんしね、なんか動画撮って作っていきたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。